はい、今回の動画はですね、まあ、昨日まで、しばらくね、おとといから昨日かい。いや、あ、月曜日、おととい、昨日か。うん。なんか勉強のね、ライブ配信を。まあ、動画出したと思うんですけど、まあね、正直ね、あんまりね、そういう、まあ、満足に集中できたっていうふうには言えない。けど、まあね、こういう、ここに机があって、今、ここね、いつも通りの、撮影場所なんですけど、そこを、ね、使って、やってみる。いたんですけど。まあね。僕の部屋はね、リビングに近いので、どっちかっていうと、こっちの方が、まあ、集中しやすいというか、なんか、はかどりやすいというかね。まあ、そんな感じです。なのでね、ここで、ライブ配信の動画を出したっていうことです。うん。で、まあ、夏休みね、今、入っとるから、まあ、それもあって、そういうね、勉強の配信をしたりとかしてました。まあ、さっきも言ったけど、満足に集中して勉強できたりとかは、正直できてない、まだね。うん。でもまあ、夏休み前半が終わって、まあ、夏休みね、前半が終わって、もう後半に、入ったんですけど、もう後半ですかね。うん。土曜日からだから。うん。まあ、今年はね、夏休みは結構短いですよ、本当に。8日から、17日なので、来週の火曜日からね、また学校が再開するっていう感じなんですけど、まあ、短いね、うん。休みが。で、まあ、受験生はね、まあ、夏休みに頑張るっていうのが、まあ、夏休みに勉強する。夏休み今までの総復習をするみたいな、ね、いう感じだったんですけど、今年はまあそううまくいかない。うん、そうにはいかない。そんな夏休みもないし、時間もないし、結構追い込まれた状況だし、っていう感じなのでね。正直、まあ、ライブ配信はしつつも、まあ、通常のね、動画を出せるっていうのはあんまりない。うん、今までみたいに。まあ、それはだから、そういう動画を撮ったりとか、まあ、作成している余裕もない。で、防災 .com の方に動画、連続して、おとといと、今日動画出しましたけど、動画も、1日で全部作ったとかじゃないか。結構最近は、地道にね、やってきている。って感じです。だから、7月の終わりぐらいに作り始めたのかな。うん。まあ、地道にやってから、ようやく、完成したっていう、ね、感じで、まあ、動画出したりとかしてるんですけど、まあ、そういう動画を作ったりとかね、そういう余裕がない。勉強もせんといけんし、あ、なんか他のこともせんといけんし、いろいろ忙しいわけだからね。正直、まあ、YouTube は見るのは見るんですけど、ちょっと動画を撮っとるので。なんかなと思います。まあ、サブチャンネルの方ではね、まあ、これから動画、勉強するね、動画を、上げていくと思うので。で、まあ、一応限定公開なんですけど、まあ、再生リストでね、勉強動画リストっていうのが、多分あると思うのでね、ソソちゃんの方から、ご覧ください。そんな感じです。多分ね、今年の夏休みはほとんどの学校がね、短いと思います。うん。僕も1週間。一週間弱かな。まあ、一週間以上はあるけど、まあ一週間ぐらいです。本来だったら4週間あるうちの3分の、いや、4分の1ぐらいしかない。ほんまにもうお盆開けたらもう即学校みたいな感じです。多分皆さんもね、そうだと思うんですけどね。まあ夏休みね、この夏休み、もう、先週の土曜日から、多分夏休みが
あの夏休み、あの先週ぐらいからね、多分なんかあの入ってると思うんですけど、まあ多分お盆明けたらね、学校っていうところが多いと思うのでね、もう夏休み多分、あの、半分切ったと思います。まあ残りの時間はね、有効に使えるように、していけたらなと、個人的には思います。はい。というわけでですね、今回の動画は以上です。受験生の人は、まあ、僕が言うのもあれですけど、まあ、このね、夏、この夏休み、頑張りましょう。で、特にね、勉強できてない人はね、今まで、夏休み以前に勉強であまりできてなかったっていう人も、ね、この夏休みでね、勉強の習慣をづけるチャンスだと思う。で、実際にライブ配信の中でも勉強をする習慣をつけるために、まあ、50分ずつ休憩して、50分ずつ休憩して、で終わろうかとか、っていうようなけじめをつけたりとかね、しながらやってるのでね、まだね、勉強できていない人は、この、このね、連休を、勉強する、勉強するね、習慣をつける、チャンスにね、したらいいんじゃないかなって思います。だってもう、ほんま勉強した方がいいですよね。それはもう間違いないですからね。うん、勉強は絶対にした方がいいですし。という感じです。残りの夏休みもね、有効に使うように、していきましょう。以上です。